おはようございます。やば。昨日、やっぱ昨日さ、222人だってすごくない？昨日ね、普通に、布団に入ったのが、11時とか。11時ぐらいだったんですよ、多分、大体ね。でも、2時過ぎに寝たんだよね。寝れなかった。でも、いつも2時なんですよ。だから体が2時に寝るのに覚えてるのかなと思って。誕生日の人どこ？誕生日どこ？2時に寝て5時に起きたのはやばい。でも、セナいつも2時なんだよね。次の日何もなくても、2時に寝ちゃう。誕生日やって言ってるけど、誕生日なんですか？自分が誕生日だよってこと？朝電車で数ヶ月ぶりに座れて、静かに喜んだ。朝通勤とかさ、あるってさ、混むじゃん。でもその中でさ、自分の目の前の人だけ会いた時とかめっちゃ嬉しくない？セラの誕生日覚えやすい。そうなんだよ。22日握手ありがとう。こちらこそ。名前覚えてる。名前覚えてる。アロマ炊いて眠ってるはしてないですよ。じゃあ睡眠時間大体5時間。5時間が多いかな。立ってるとき前の人ずっと降りろって思ってる。わかる。もう、もう勘で前行って、で、すぐ降りたときの嬉しさ。半端ない。でも全然降りなかったときさ、もう、今日は悪かったってなる。
8時間ぐらい、その8時間睡眠とか多分できない体になってそう。なんか全然起きなくてもいいのに、そう、起きなくてもいいのにすぐ起きちゃうんだよね。だから全然昼過ぎまで寝てもいい。めっちゃオフの日とかさ、なんていうの、そう、昼過ぎまで寝ていい日みたいなあるんじゃないですか、たまに。そういう日とかすぐ起きちゃう。そう、2時ぐらいに寝て、8時間ぐらいしか寝ないから10時にも起きるかもしれない。だからそれとは違うの。その AKB に入ってからショートスリーパーになったの。でも昔は全然めっちゃ寝てた。むしろなんていうの、うん、寝すぎてたみたいな感じ。寝ても寝ても眠いのは、それは寝すぎて眠いんじゃない。寝すぎてもダメだし、寝なさすぎてもダメなんだよ。そう、2時ぐらいになったら寝なきゃって思ってスマホ閉じてさ、目つぶるんだよね。そしたら寝た。眠くなかった、昨日。昨日眠くならなかったんだよね。そう。昼より逆転生活。やば。全然最近配信全然見れなくて泣けてくる。いいよ、大丈夫だよ。休みの日12時間ぐらい、そう、ね、12時間寝たみたいな言ってる人もたまにいるじゃないですか、メンバーとかで。全然寝れない、私すぐ起きちゃ う。12時間とか絶対さ寝れない。4時には寝て7時起き、やばい、それは。開始。あ、緊急性コンサートの時そんなんだった。なんか眠いときは寝れるんですよね、やっぱり。でもそのさ、休みの日とかだとさ昼寝しちゃうんだよね。だからっていうあれもあるかもしれない時間がもったいない気がするね。まあそれは人それぞれなんでね、感じ方は。起きるけど飯食ってまた寝ちゃう。それはやばい。寝ろって言われたらどこでも寝る人。ああ、そういうの寝れないかもしれない。パタン、パタン。二度寝して危なかった。危ねえ。ギリギリだね、来たの。セーフ。電車は寝れる。てか、めっちゃ眠いときやばい、電車は。めっちゃコクコクしちゃう人だから。やばい。
昨日寝れなくてビンゴ見た、リアルタイムで久しぶりに。リアルタイムは久しぶりだな。録画はいつもしてる。リアルタイムは久しぶり。ビンゴキョンちゃんなんか喋ってた。喋ってないと思う。わかんない、忘れた。ガクガクなる。でもね、でも本当になんて言うんだろう、めっちゃもう半端な時、もうやばい時、覚えなきゃいけない時、あんな幸せなんだろうな今はさ、覚えなきゃいけなくてさ寝れないみたいな。そう、なんか入りたてで鉄な公演がやりますってなって、で毎日ほぼ自主練習してみて、寝る前でも振り起こししなきゃいけないけど、本当に振り起こし時間かかって、でめっちゃ頑張ったけど、結局あんまり体が覚えられずに、そう2時間ぐらい寝るみたいな。めっちゃやばかった。そんな気がする。昔だから結構覚えてないけど、全然2時間とか何時間とか覚えてないけど、結構寝てなかった気がする。新幹線とかの命は寝るの。なんか大阪行ったりとか名古屋行ったりとかしてるとき、まあ、寝るときと寝ないときがあります。結局振り起こしするのにどれくらい、いやなんか結局振り起こしっていうのがね最近あんまりないからわかんない。もう昔は余裕で 2,3 時間はかかってると。今はどうなんだろう。でもパジドラのシンポジとかはもう、サビとかは入ってるじゃないですか。だから一曲15分とかで、サステナブルどんぐらいで振り起こしたっけ。その1時間ぐらいだったら、1時間あれば多分できた気がする。ビンゴ懐かしの、これは初登場の時、ラインズマンやった時のやつです。そう 2回ぐらい、そう出演させていただきました。そう、なんかもっとひな壇、何あれ、ひな壇座りたかったなと思って。クラリネット吹きました。ラインズマンでしおりとハータンとマイカとセナで4人でやって、セナはマイカとペアだった。踊った時のやつは違うな。そう、各チームの一巡指名の、そう、一位指名のメンバーがそれぞれ、だからハータンとしおりとマイカとセナだったんですけど、そう、あとは、16期さん企画で、なんかドラさんが、16期さんができなかったらドラさんがやるみたいな、なんか、そう、そういうのがあって、映像倉庫にあんのかな？え、わかんないです。映像倉庫
映像倉庫で配信される前のやつなんですけど、どうなの？小十六さんのチャレンジで、そう。あの頃めっちゃ本当に、もうなんかもっとあの頃よりは可愛くなってると思う、セナは。もっとさ、見てたかったですね。よし、終わるじゃないや、ランキングも。13位にクジマサさん、12位ミッドザワールドさん、11位ユウさん、危ない、10位松崎さん、9位コウジさん、8位マシュルムチさん、7位ユウくん、6位サガさん、5位ウちゃん、4位エリオルさん、3位キナちゃん、2位メグちゃん、こんにちは、ゆうちゃんです。ありがとうございました。今日もお仕事頑張ってきます。頑張ってください。ギフト見ます。藤正さん、マッシュルームチさん、そのままキヨさん、ギャローさん、オノピーさん、アメパパさん、メグちゃん、千葉県メガネさん、KK のスリンゴさん、カワシーさん、ありがとうございます。終わったらもう一回寝る。二度寝眠の方おやすみなさい。学校お仕事の方頑張ってください。今日は夜配信なしです。皆さん頑張れ頑張れ頑張れ、あと2分ちょっと、お腹すいた、セナ。めっちゃお腹すいた。いだね、みんな寝て。セナも。でも二度寝すると、午後から動き出すときとかに、動けなくなっちゃう、セナ。でも公演前いつも二度寝してる。下は行かないですよ、今日は。今日といってアクアクロール、え、なに？アクアクロールのコンサートなの、今日。なんかコンサートなかったっけ、アクアクロールって。今日はタピオカ飲まないですよ。なんで2日連続そういうの飲んだらやばいって。で最近もタピオカ飲みたい。ゴンチャ行きたい、ゴンチャ。明日か。明日なの？アクアクララって何時からのやつなの？だってさ、明日ってさ、あのツアー選抜の方々のさ、ツアーじゃないの？あれ？明日じゃないのか。明日でもあれ？あ、それがアクアクララなのか。ツアー選抜の人たちかと思ってた。あ、そういうことね。理解。あ、ツアー選抜じゃないのか、この26日のツアーは。そうなんだ。あ、あと1分なり、やば。ゆせさん、ギフトありがとうございます。28のパチドラ、皆さん申し込んでください。あ、ツアー選抜のアクアクララコンサート、あ、難しいな。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。おやすみじゃない、また間違えた。もうさ、朝やるとさ、夜のやつが混じるからさ、またね。おはようだよ、今日は。バイバーイ。いってらっしゃい。